はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もバトルファンタズムやっていきたいと思います。今日は第2戦目の超スライム連合ですね。で、最初のお仕置き美魔女コンビ、ここで耐性が必要っていうのが分かったんだよね。うん、ここは、幻惑と魅了耐性が必要だったんだよね。うん、ということで装備をある程度揃えました。アクセサリーの、まずぐるぐるメガネね、魅了耐性 100% で理性ですね、混乱耐性 100% で目覚ましが眠り耐性で呪い耐性と麻痺耐性ができました。うん、でもね、転倒と踊り、あれはないよね、耐性のアクセサリーって。なのでちょっとそこが難しいと思うんだよな。スライム多分ね、転倒させてくるでしょ。わかんない。まあまあ、とりあえず行きましょうか。おー、エース、もしや真ん中のエースだね。あー、ゴールデンスライムは絶対会心じゃないと無理だから、いやこれ厳しいな、どうする。まあいいや、倒す順番がこれはかなり重要だと思うけども、ジェネラルかな、最初のような気がする。いやー、シャインスコール打っとけ。あー、やっぱりゴールデンスライムなかなか難しそうだな。まあ1体ずつ沈めていきましょう。どうなんだろうな、した方がよす、いや攻めろ。うん、攻めちゃいます。ゴールデンを先に倒した方がいいのかな。オッケーオッケー、いいよ、効くね。うそ、マジか。でスライムジェネラルが点灯しないんか。まずこいつをまずは倒そうね。うん、それからだ。オッケー。ああ倒せそう。いいんじゃない。でフーラね、自分を犠牲にするか、犠牲にして火力アップに努めます。うん、多分ベホマラーぐらいじゃ多分回復できないんだよね。一発200以上食らうし、もうもういいや、いけ、ナイス。テンションが溜まってくれれば嬉しかったんだけど。マジでか。え、ベホマズン、入れ替えできるよね。こいつはあれだ、異常状態はないわ多分。ちょっと待って、ベホマズ絶対倒さんといかんでしょこれ。でもそれよりもまずジェネラルなのよ、まずは。おい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 、ミスってるって。おーし、オッケー、まずベホマズ、よし、オッケー。
ヒューザやばい。レボル今何て13点か。オッケー。もうここはオセオセで行った方が多分いいよ。うん、回復は超発するぐらいに任せて400ありゃ耐えれる。2回攻撃頼むよ。よし、ナイス、ナイスすぎる。で、あとは会心が出ればいけるよね。HP どれぐらいあるかが分かんない。普通と変わらんよね。いっけ、おっしゃー、結構早かったんじゃない。結構早かったと思う。18手です。これはなかなか良かったんじゃないですか。18手、おお、早かった、よかった。ここは別に耐性いらなかったんで、余裕でしたね。やっぱ初手でフーラーを入れて全体の火力アップをしていった方が早く終わるっぽいな。なのでベストメンバーはこれだね。アンルシア、ヒューザー、フーラ、主人公は遊び人だね。これが多分一番ベストだと思う。で、フーラはどうしてもね、やられてしまうので、そこを誰かに交代かな。で、場所によってはね、キラキラポーンをどんどん入れていった方がいいと思うんで、まあ、フーラ、ラグアスを入れて、ヒューザー、アンルシアかな。わかんない。まあ、とりあえず、今回は結構余裕でした。はい。では、次はですね、これ、アイドルモンスターズ、誰が出る？アイドルみたいなモンスター、誰がいるか？わかんない。はい。こいつに行ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。